はい、こちらはですね、お預かりしているジョグ5型でございます。どうしてこんなことになっているのかというとですね、まあ、もちろんここはね、外装交換する目的でちょっと外したんですけど、ちょっとですね、リコールのサービスキャンペーンですかね、サービスキャンペーンで水温センサー の、 延長ケーブルっていうの取り付けっていうのがあったんですが、確認したところですね、断線しておりました。はい、なので要はここが切れるから延長ケーブルをねつけるってことなんですけど、さすがもう切れてますんで、そうなるとですね、どうなるかというと、これ例えばですね、お店でね、自分でなんかこう修理するとか、そういうことだと別にね、こう切ってですね配線をつないじゃえばいいっていう、まあ、それだけのことなんですけど、メーカーはねそういうことはしないので、結局これですね、メインハーネス一式交換です。はい、もちろんメーカーが全て負担してくれます。はい、で、ね、送ってもらったものがこれですね。なので全てね新しくなるということで、ございます。はい、まあ、いいのか悪いのかちょっとよくわからないです。まあ、でもね、もう10年ぐらい以上は経っている車両、10年ですよね。なのでハーネス新しくなると いいですよねって思うんですが、どうでしょうか。はい、今ちょっと外であるんですけど、はい、これをね交換して、ちょっとカバーですね、これ新しいものこと前はつけて、まあ、ここはね元の古いものをそのまま戻して、お返しするということでございます。はい。